エミール・コールは、パリ出身のデッサン芸術家。カートゥーンアニメの創案者とみなされる。風刺画家のアンドレ・ジルノ弟子。ファンタスマゴリーメディアを再生する、ファンタスマゴリー1908年、ルミエール兄弟の技術に基づく、最初のカートゥーンを制作した。ファンタスマゴリは、映画が復興したばかりのフランスにおいて、大成功を収め、世界中で映写されてきた。この作品は、 実写部分を含まないアニメーション映画としては世界初であるとみなされている。メディアを再生するニッパールの変形現代はレイクスプロイッツデフ・ホーレット。エミール・コールが手掛け、1911年末にフランスで公開された後、1912年4月に東京市の映画館で公開された短編アニメ映画。フランスではすでに DVD 化されている。 ニッパールの変形と題された作品の内容については伝わっていなかったが2013年1月にドイツのバイエルン州立図書館に勤務するフレデリック・エス・リッテン研究員が1912年のイギリスの映画雑誌の記載内容をもとに1911年公開のレイ・クスプロイッツ・デフ・ホーレットと同一であることを突き止めた。 人物が亀や月と戦った揚げ国サメに飲み込まれる3分半のモノクロム製映像で手書きと切り絵を組み合わせてコマ通りした。当時、日本人が初めて見た作品で日本アニメ史の出発点とも言われる。ありがとうございます。